皆さんこんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。火曜日、この厚生労働委員会で、今、質疑をさせていただきました。これはですね、一般質疑といって、法案の審議と、法案の審議の間に、大体この入る一般の何でも聞けるという、質疑なんですけれども、厚生労働案件に、中心に、こう何でも聞ける委員会ですので、私も今回、いろいろ質問準備していたんですが、その中でも、特に HPV ワクチンのこの HPV、ヒトパピローマウイルスですね、この HPV のワクチンの問題については、ずっとこれまでも、自分自身薬害の被害者として、そうした副反応被害を受けた女性の方たちの問題について、ずっとこれまでも取り組んできました。で、今回このヒトパピローマウイルスの、このリーフレット、厚労省が作ったもの、それから更新されたもの、そして小児科医会、日本小児科医会と、それから東京小児科医会、東京産婦人科医会、東京医師会の3社が作ったリーフレット、そういった中身がですね、特に若い女性が1万人感染して3000人亡くなっているっていう、ちょっと間違ったミスリードの、情報提供ではないかということで、追及もさせていただきました。本当にこういったことはやっぱり若い人たちがやっぱ読むものですし、特にその正しいやっぱり情報をしっかり伝えていくということが、ワクチンについてはですね、本当に大事なことなので、そしてまた副反応に対してのやっぱりそういった救済であったりとか、被害の発生の率であるとか、本当にそういったことっていうのはやっぱちゃんと伝えなければいけないことでもありますので、そういった視点から質問させていただきました。そして私のやっぱ問題意識としては、やっぱりワクチンだけではなくって、やっぱ検診であるとか、それから島根県でやってきたように、HPV 検査といって、ウイルスの検査をすることによって、そのウイルスが、そういったがんに化しやすい、子宮頸がんっていうよりも、その全がん病変ですね、そういったものになりやすい、ウイルスなのかどうかってことなんかも検査ができるのですから、検査をして検診をするとか、実際このヒトパピローマウイルスについては、9割が感染しても9割が自分の免疫力で排除してしまう、そしてそのうちの残った1割のうちの9割は感染していても発症しないということですから、かなりの確率で、この自分の自己治癒力っていうか自己免疫機能ですね、免疫の機能で実はこのウイルスは排除できるんですね。そういう意味では、このワクチンによる効果なのかどうかということは、自分の免疫の機能を高めていけば実は大丈夫かもしれないというところで、本当にこのワクチンの効果なのかどうかということも、私としては、本当にワクチンの効果だということにしてるんだと思いますけども、そういう意味でやっぱりこの、その感染した場合にですね、自分で外に出すことができたり発症しないということもありますので、ぜひ検診をやっぱりしっかり受けてほしいというふうに思っています。で、検診とそれから HPV 検査、こうして、自分としてはあと性感染症を予防するための、教育であったり性感染症の予防、そういったこともやっぱりしっかりやるべきではないかということで、今日は性感染症の、教育としての性教育についても質問させていただきました。そういった意味で、ぜひこれは今私たちができることっていうのは他にもワクチン以外にもあります。で、特にワクチンっていうのはもともと自分の体調が良くて、自分の体調がいいところに免疫機能が働くっていうことが、異物が混入することによって免疫として働いて、自分の自己治癒力、自己免疫として、排除するわけですので、そういった意味でやっぱりこの自己免疫がしっかりできてない、体調が悪いっていうことになると、やっぱりワクチンは打たない方がいいというふうに思います。体調をやっぱりしっかりいい人じゃないと、やっぱりワクチンを打っても効果はない。そしてやはりこの今コロナのワクチンなんかは本当に新しいワクチンの方ですので、今までのワクチンとはちょっと違いますので、そういう意味ではちょっとコロナワクチンについてはまたちょっと違うことがあると思うんですが、ぜひこの HPV ワクチンについてはですね、やっぱりこれだけやっぱり副反応被害が出ている、そしてこの救済制度によって、今救済制度の対象になっている方もやっぱり非常に多いということで、他の定期接種のワクチンに比べてこの有効性安全性という点からすると HPV ワクチンはやっぱり他と違うんですね。だからこれまで厚生労働省も
積極勧奨の一時停止ということで、まあ、積極的に進めることをしてこなかったと、一時的にやめてきたと。でこういったことっていうのはやっぱり今回僕もずっと定期接種の法案審査の時にも思っていたんですが、まあ、結構他の肺炎球菌ワクチンとか小児皮膚ワクチンとか抱き合わせ法案だったんですね。だからもう本当に反対できないみたいな感じになっていて、まあ、十分な、まあ、この吟味ができなかったと、審議ができなかったというところがありますので、まあ、そういう意味でやっぱりそこをしっかりとですね、やっぱりこの問題については今も自分としてはしっかり取り組んでいきたいと思っています。で今日は小児科医の地味先生からもですね、質疑が終わった後に、まあ、本当に非常に建設的な議論だったと言っていただいてますので、本当にこういったその検診のことをやっぱりしっかり努めていくことっていうのはすごく大事なことだと思いますので、まあ、ぜひ今まで検診をですねやっぱちゃんとやっていくっていうことをもっともっとやっぱり強調しすぎることはないと思います。やっぱりワクチンをやってしまうと、ワクチン打ったから大丈夫って思ってしまう気の緩みからやっぱ検診に行かなくなってしまう、まあ、そういったことも考えられるので恐れがありますので、まあ、ぜひ検診をしっかりやった上で、まあ、それでもやっぱ希望する人はワクチンをするということで、やっぱりそして性感染症予防をしっかりやっていくということが必要なことだと思いますので、まあ、ぜひそこから子宮頸がんを減らしていくということを私もやっぱりしっかり訴えさせていただきたいと思っております。まあ、今日の質問をぜひ見ていただいて、まあ、一体どういうことなのかということがまた分かっていただければ嬉しいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ぜひまたコメントですとか、それからいいね、それからチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。そしてまた木曜日も厚生労働委員会で、今回委員会が立てばですけども、委員会が立つというのは委員会が開催されればですが、まあ、今実はその日雇いの看護師、日雇い派遣看護師の問題があって、この日雇い派遣看護師が内閣府の規制改革会議で出てきた議論っていうのが、まあ、この NPO の実在しないような NPO が提案した内容でもって議論が進んでしまっているということで、まあ、これが今問題になっていて、まあ、これの問題についてちゃんとした理事会協議案件としての厚生労働委員会理事会協議案件としてのこの NPO 法人日雇い派遣看護師の問題がですね、問題が解決していかなければこの法案の審議もスタートできないということになってきてますので、まあ、委員会が開かれればという前提ですが、委員会が開かれれば今回医療法の一部改正 の, 国会での参議院での本会議質疑がありました、先週の金曜日にありました本会議質疑の委員会での審議が始まります。でそこではまた私も質問を立たせていただきますので、まあ、ぜひその質問の方もまた注目していただければというふうに思っております。厚生労働委員会でのこの審議また連続して立たせていただいておりますが、まあ、ぜひこの法案の方もぜひこれから注目していただければと思います。それから前回の育児休業介護休業法の法案についての質問の中で触れた男女の賃金格差の問題についてもこれ公表するべきではないかということで、この公表表示のそういった問題についてどれだけ検討が進んでいるのかということなんかも今回質問を入れさせていただきました。それからぜひこういった問題についてはですね、ぜひ今後も追及して定期的にこういったことは聞いていくこと、まあ、最近厚生労働委員会で他の議員もですね続きですけどとかって言って結構今まあ、ブームみたいになってますけども、ちょっと前に聞いたことをもう一回おさらいしてもう一回それを今フォローアップしていくってことはすごく大事なことだと思ってますので、まあ、今後も引き続きフォローアップの質問もしていきたいと思っています。ぜひ何か厚生労働委員会で質問してほしいというようなことなどもあったらまたぜひまた私も質問を立たせていただきますので、ぜひコメント欄でも書き込みしていただければと思いますのでよろしくお願いします。長時間見ていただきましてありがとうございました。また見ていただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございます。